定山中学校出身の森春奈です。私が選んだ標語を発表します。その一票が宗像の幸せを育てる。その一票が宗像のパワーを育てるです。その一票が宗像の人とのつながりを育てるです。その一票が宗像の笑顔を育てるです。その一票が宗像の自然を育てる。その一票が宗像の仲間を育てるです。その一票が宗像の安全を育てる。その一票が宗像の学びを育てるです。私が選んだワードは若者です。その一票が宗像のみんなを育てる。その一票が宗像のイメージを変える。その一票が宗像の笑顔を育てる。その一票が宗像の次世代を育てるです。その一票が宗像の豊かさを育てる。私が選んだ標語はその一票が宗像の未来を育てるです。未来を選んだのは一人一人の一票が宗像の明るい未来を作ると思ったからです。4月24日は宗像市長選挙です。皆さん投票に行きましょう。